第1回おいしいおつまみ500円券内で買えた方の勝ち、選手権。本日お送りするのはヒロミとガンコとカブヒロです。はい、はい、じゃあね、500円内でおいしいおつまみ、これ4人対決。そうなんですよ、ガンコチームだと2対2。じゃあこの2人バーサスこの2人ね。はい、じゃあまずどっちからいきますか。はい、じゃあ金箔本当じゃあどこ、じゃあ最初だと。はい、はい、あ、ただよ、じゃあ何だろう、美味しそう、こんな感じ。はい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 、めっちゃ美味しそうですよね。いや美味しそう。新発売、新発売。最高の。はい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 。めっちゃこだわってるですよ。贅沢な美味しさ。ああ。はい、二個目は。あ、でこれ交互に出して、交互に出していくと。個数、個数違うかもしれんけど。いや、そうそう、そうなんよ、500円以内やけん。そう、個数があるけん。うわっ、うわっ、うわっ、やばいですよ。超えてるやん、超えてる、超えてる、超えてる。お母さん、ちょっと、はい、お母さんが作ってる。あ、え、髪が行ったの？え、宣伝じゃないの？え、ずるいずるい、ルール違うよ。頭かぶるから。ああ、頭いい。頭いい。納得しちゃった。いいね。この2つでいくらぐらい？380円ぐらい。ああ。っていうことはまだある。あ、もうないんだよね。あ、こういこう。120円のハンデあるよ。王道ですよね。誰もが愛するね。みんな大好きチップスター。まあ付き合いな人はいないっていうのでこれにしました。なんか苦しさない。大丈夫。いやいやいや全然。どこでもバターを切らない人もかもしれない。いやこれは最高です。これおいくらですかね。150円かしな。141ぐらい。じゃあ次いきましょうか。350円ぐらいある。のんべんには必須の。いい、これはいい、みんなこれは大事よ。いや、これは単に日がするぐらいあるけん、好み分かれるよ。噛めば噛むほど、噛めば噛むほど、これ好み分かれるかもしれない。負けてないと思ってる。美味しいです。はい、おでさん、おでさん。あ、2個ずつ。いや、これはちょっと、ちょ、ママ、ママ、はい、ママ、ちょっと、ちょっと来て、ちょっと来て、ちょっと来て。こんなおもちゃ対決。おつまみ、おつまみ対決やってるんですけど、どっちのおつまみの方が魅力的ですか？ちょっと待って、目が吹いて見ていい？その方と、うん、あの、大葉マスタード。バター、それと、チップスター。うん、はい、紐。こっち。いや、ひもいいね。いや、間違いない。ああ、これもね、話してくれたんだけど、ひもの一撃だった。選ばんと出てこんもんね。厳選された人しないですね。そうね。やった。やった。やった。普通の人しないか、汎用性を取るかね。でも、ね、たまたまヒットした方がいらっしゃったから、今回はこっちの勝ちで。はい、じゃあ一応、勝利者インタビュー取って最後終わりますね。あ、はい、私、海鮮を食べたことないんですけど、まあ、これを機にですね、魅力を伝えていけたらと思います。じゃあ、あの、海鮮系 YouTuber になってください。いろんな海鮮を持って。じゃあ、あの、ありがとうございました。